はい、じゃあサンライズズムやってきました。はい、チャンケブルーのチャンケです。 JR 倉敷駅に来ております。今から毎年恒例の、サンライズ出雲ね、寝台特急でございますを乗ってね、東京に行きます。今日も、寝台の個室 B 寝台ですかね、予約して。大都会でしょこれ、ね、開き酒造の看板もあります。岡山のお酒開き酒造。時刻が22時10時ちょうどで、倉敷発が、22時14分ですね。倉敷北口で、ここからね、深夜バスとか出たり、まあ目の前にね、こう、千堀公園っていうテーマパークがあったんですけど、その名残でね、この塔がね、今まで残ってます。2番目、真ん中にあります、特急サンライズ出雲、22時14分発、東京行き。特急 B 寝台個室、1号車ってことは一番後ろか。特急料金が3000円で、寝台料金が7000円、新幹線プラス2000円ぐらい、2000円3000円ぐらいで寝台が、乗れますね。ご覧の乗り場に22時14分発特急サンライズ出雲号東京行きが7両で参ります。約1分遅れでサンライズ来ました。はい、じゃあサンライズズムやってきました。僕1号車なんで一番後ろ、よいしょ。出発しました。速攻ですね、約2分遅れで出発です。まずね、ちょっとシャワーは入ってきたんですけど、シャワーカードをちょっと手に入れようかなと思います。結構揺れるな。よしよしよし。この列車は寝台特急サンライズ出雲号東京行きです。シャワーカードって何号室ですか？3号車ね。3号車、はい。これがドミドミ座席。Thank you very much for using the Sunrise East. これがね、一番安い、ドミドミ座席かな。なんか3号車にあるらしい。あ、これか。あ、これは、A 個室。一番お金持ちの人の、タバコめっちゃくせえな。タバコの匂いがめっちゃするんだけど、これが個室か、A 個室か。自販機もあるな、自販機ありました、シャワーカード。よっしゃ、ゲット。はい、無事サンライズのシャワーカードゲットしました。シャワールーム使用中だな。すごい、ここラウンジっすね。ほら、中庄駅、これがダブル、ダブルの部屋。あ、すいません、あ、取れるか。申し訳ないです。あ、こっち行こうか。申し訳ないです。はい、すいません、すいません。あった、これ。はい、ここですね。多分切符の拝見があるんで。はい、はい、はい、お願いします。はい、東京まで、はい、1号車24番。はい、結構数いっぱいになるんですか、部屋って。いや、そんなことでもないです。あ、そうでもないですか。はい、ありがとうございました。先に岡山着いたら連結の作業をね、ちょっと見ようと思います。まもなく岡山です。岡山の次は姫路に停まります。ありがとうございました。クーラーついてる。岡山です。折口は右側4番乗り場の到着です。はい、岡山駅です。岡山駅では
サンライズ出雲号の前にサンライズ瀬戸号名乗りをつなぎます。つなぎ作業のため移動からスタッフの電車を出しますと注意ください。これでってことか。こっちが1階の B 寝台個室です。まもなく岡山です。2階建て、まあ、カップルとかは使うとこ。吊るしますねこれ。はあ、上から吊るしとんじゃベッドをね。2階建てカップル専用、イチャイチャできませんね、分かれてたらね。瀬戸橋線では宇野線、宇野線玉野市に行くやつですね。前がこれ瀬戸でこれが出雲です。はい、出発した怖いので入ってきます。出雲特急東京行き、これが岡山駅の4番乗り場ですね。これが2階の寝台で、1階の寝台、僕は2階でしたね。ちょっと今岡山なんですけど、まあ関西大阪とかから多分ね結構乗ってくると思うんで、早めに今のうちからこのラウンジちょっとねお酒買ったんで飲もうかなと思います。シャワーがね開けたらいいんですけどね。ドア閉まります。これが飲み飲み座席、違う、これが個室か、寝台よいしょ。高さで例えたら、服装のスーパーハイルールぐらいの高さ。次は明治に停まります。夜も更けてまいりました。夜間の放送はお休みの妨げになりますので、明朝横浜到着前まで休ませていただきます。これ寝巻き浴衣みたいなやつか、着ようか、せっかくじゃね。入しようか、すみくね。必須アイテムは水です。水は必須。買ったらね、ちっちゃい140ぐらいなのが150円、200円ぐらいしますから。チューハイ、本格チューハイ、あとおつまみ、カニカマと当たり目とチーター大学生がいたんで、おっさんがおったらあれかなって。いいっすね、でも大学生とか子供の頃とかにさ、こんな豪遊とかこんな楽しみ方とかすげえよな、最近の大学生は。19、20歳の頃サンライズ乗ってどっか行こうでとか、そういうお金もなかったもん。今わけないかな。ドラッグストアで買ったカニカマ。これなんじゃろう。
ラジオか。ラジオとか誰もせんよな。聞かんだろ、ラジオとか。あ、これがライト。寝るときはこうやって。なんかしょるよ。吉永駅。なんかこっちだけの方が雰囲気出るな、なんか。はい、現在時刻が23時30分。そうですね、倉敷出発して1時間15分ぐらいで姫路着きました。そう、逆にでもね、1時間で着くんだって感じ、ノンストップで行ったら。いいね、この姫路駅を見ながら。泊まってわりかし、うん、普通にすぐ出発っていうか、何て言うかな、まあそりゃそっか、普通のほんまに特急ぐらいのペースで泊まって1分ぐらいで出発する。1分も1分ぐらいか。うん、バインダーも付いてる。バインダーじゃない、これカーテン、バイザー。リアルに7時起きとかだったんで、普通か。眠いわ。大都会三宮駅、今ね0時14分を回ってます。白黒カラー、ちょっとまだもうね、シャワー行こうかと思ったんですけど、シャワーはまたね、静岡ぐらいで朝方入ろうかなと思います。ちょっと眠い、寝ようと思います。おやすみ。はい、0時34分ただいま大阪駅到着しました。おやすみ。0時36分、今ね、ただいま大阪駅出発しました。運行を行っております。なお、次の横浜にはあと20分ほどで到着いたします。次の横浜には約20分ほどで到着いたします。完全にシャワールームのさ、シャワーは買ったけどタオルをね忘れてしまいました。9時46分、
横浜駅到着します。サンライズ瀬戸号およびサンライズ出雲号東京行きです。次は終点東京です。 This is the sunrise 瀬戸 and 浅草ライン。ポチポチ。はい、お世話になりました。一日ありがとうございました。またね、また来年。よし、終点東京19時間の旅、東京駅着くことできました。まあね、ぼちぼち寝れました。ちょくちょく起きたりしたんでね。まあでも結構ね、ゆっくりできたん で今7時12分ですけど、まあね、朝から今日9時ぐらいからね、ちょっと打ち合わせがあるんで、朝から東京で仕事だったらね、やっぱこういうサンライズとかあったら便利ですよね。やっぱ新幹線だったらどっちにしろ朝一乗っても10時ぐらいになるんで、9時半とか、うん、ってことで今日はサンライズ、人生2度目のサンライズでした。ありがとうございました。バッパーチーズのセットで、はい、バッパーチーズのセットは1つ、はい、はい、ベビータッピ、でっか、うまい、めっちゃでけえ。なんかビッグマックですよね、マックでいう。やばい、いただきます。初バーガンキング、もうお腹いっぱいや。ハンバーグがね、結構なんつうんですか、肉厚いよね。うん、僕ね、四三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